バルター・ブーフ・バルター・ブーフは、ドイツの軍人、政治家。国家社会主義ドイツ労働者と全国指導者。ナチ党の調査及び、調停委員会の委員長、後に、ナチ党最高裁判所長官を務めた。陸軍の最終階級は少佐。新衛隊での最終階級は、新衛隊大将、ドイツ帝国両方バーデン隊公国のブルフザールに、 裁判官の息子として生まれる。コンスタンツの114不評連隊に入隊し、第一次世界大戦時には、大隊長として出生した。その後、2年間歌手間養成学校の教官をしていた。戦争が終わるとともに退役した。最終階級は少佐だった。戦後、退役軍人会に所属。少年教育のための学院の創設に努めた。 1922年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1923年8月1日に突撃隊に入隊し、ニュルンベルク、フランケンの突撃隊の指揮官となった。11月9日のミュンヘン一期にも参加している。ナチト再建後の1925年に再入党し、ミュンヘンの突撃隊の指導者に任じられている。 1927年に、党の調査及び、調停委員会の委員長に任じられた。ナチ党委員間の争いの調停や不穏分子の監視を行う機関で、褐色官のチェーカーと呼ばれ、忌み嫌われた。これによってブーフは党内に敵を大量に作った。1929年9月には、娘のゲルダが、マルティン・ボルマンと結婚した。ボルマンにとって、 党幹部と親密な関係を持つ上で重要な結婚となった。しかし、やがて、ボルマンとブーフは対立関係となった。1932年3月に突撃隊、上層部の道徳的浄化を考え、エルンストレームらの暗殺を計画するが、計画が外部に漏れたため未遂に終わっている。1933年3月31日には、 党の全国指導者の一人となった。7月1日に、新英隊名誉指導者として、新英隊に入隊し、新英隊中将の階級が与えられた。1933年11月、ドイツ国会選挙で、選挙区15区から選出され、国会議員となる。1934年1月1日に調査を呼び、朝廷委員会は、党最高裁判所に改編され、 ブーフは、当最高裁判所長官に就任した。1934年6月30日の長い、ナイフの夜では、アドルフ・ヒトラーに随行して、バートビースゼでのレーム以下突撃隊幹部の逮捕に、携わり、その後のシュターデルハイム刑務所での銃殺活動にも、参加した。11月9日には、新衛隊大将へと昇進した。 ブーフは熱烈な反ユダヤ主義者であり、ユダヤ人への憎悪をむき出しにした。ユダヤ人は法律の枠外の存在であると抗言し、1938年10月21日には、ドイツ司法への寄稿記事の中で、ユダヤ人は人間ではない。腐敗物があのような形をしているだけだ。などと書き立てた。その直後に言った1938年11月の、 水晶の夜事件でも、ユダヤ人虐殺を行った党員たちを命令に従っただけとして、無罪方面にした。戦後、日な地法廷にかけられて5年の重労働判決を受けた。さらに1949年7月に重要犯罪者に分類されて、再び日な地法廷にかけられたが、11月12日に手首を切って受水自殺した。 ABCDFGH E ピストリヒ、216ページ、ABCDE ハミルトン、P254ABCG クムント、7ページ、ABCDE ミラー、P192AB ミラー、P191 ミラー、P193ABG クムント、10ページ、ABCG クムント、13ページ G クムント、19ページ、ブロイエル、112ページ ABC ミラー。 P194ABC ビストリヒ217ページミラー P195 ありがとうございます。